妙言寺にある、本田忠タの墓、本田忠タは、戦国時代の三河国の武将、松平氏の家臣。子に、本田忠勝、本田忠ホの長男として誕生。弟に、忠ダがいる。父同様、松平清康や松平広忠に仕えた。天文16年、松平一族で、家督を狙う松平のブタが反乱を起こした際にも、出陣し、 また、翌年にも、終わり国の織田信秀が、三河国に侵攻すると、今川氏の大元節祭と広忠は、小豆坂に手迎撃し、忠孝もそれに従い、織田軍と戦い、勝利を収めた。戦死地に建てられた、本田忠忠彦妃しかし、天文18年3月、主君、広忠が、岡崎城内で、岩松八谷に暗殺され、 松平氏や三河国人衆は大きく動揺した。今川氏当主、今川義元は、三河国人衆が、織田氏に寝返ることを恐れ、復讐の大言切祭を送って、織田氏の三河国の拠点であった、安城城を攻めた。首相の織田信弘は城をよく守ったため、忠敬は、大久保忠敏らと共に昼夜たがわず攻め立てたが、敵の矢に未見を貫かれ討ち死にした。所は寺。 戦七地の安城市安城町赤塚にも墓碑が建てられている。流英機関、牧野さんには、徳川家康の扇の馬印は、天文十八年の安城城攻めの時に、内地にした、本田忠隆に由来するという、その子、忠勝が継承し、文禄二年に、家康の書網で馬印にしたとある。三河安城の七五不代に数えられる。ありがとうございます。